人類はもうずっと長い間、地球外生命体の存在を示す証拠を探し続けていますが、今のところそれほど成功しているとは言えません。しかし、科学者たちは諦めることなく、常に新たな選択肢を示し続けています。皆さん、こんにちは。例えば最近、生命活動が行われている可能性のある太陽系外惑星として、新たなクラスが分類されました。確かにその生命体は、地球の生物圏とは似ても似つかぬものかもしれません。とはいえ、存在する可能性はあるのです。皆さん、こちらはトップランキングです。それでは早速始めましょう。惑星と居住条件。一般的に惑星に生命が存在しうるかどうかを評価する場合、専門家はまず現在の地球との類似性を考慮します。私たちの地球は硬い地表面を持っており、寿命がかなり長い恒星を中心にハビタブルゾーンと呼ばれるエリアを周回しています。ハビタブルゾーンでは地表に液体の水が存在するのに十分な熱を得ることができます。地球の質量は重力によって十分な厚さの大気を維持できるほどの大きさをしていますが、巨大氷惑星や巨大ガス惑星になれるほどではありません。どうやらどこを見ても地球に似ているという惑星は宇宙ではほとんどお目にかかれないようです。仮に見つかったとしても必ず何らかの問題が出てくるのです。例えば赤色矮星のハビタブルゾーンには地球に似た惑星がたくさんあることが知られています。赤色矮星はかなり薄暗い恒星で、ハビタブルゾーンは非常に狭く、恒星のすぐそばに位置しています。そこで公転している惑星は、潮汐ロックにより貼り付けになっていることが分かっています。これらの惑星は主星に対して常に同じ面を向けているため、極めて厳しい環境である上、光や熱を得るのと引き換えに、おびただしい量の放射線を浴びています。地球に似た惑星の中には、スーパーアースといって、質量や半径が地球以上、巨大惑星未満の惑星があります。スーパーアースの多くは、通常の恒星の周りを十分に適した軌道で公転しています。しかし、スーパーアースにはまた別の問題があります。スーパーアースの大気は、あまりにも濃密で、しかも分厚すぎるため、光が地表まで届かないのです。こういった永遠の闇に閉ざされた世界に、バクテリアよりも複雑な生命が存在するかは大きな疑問です。つまり問題は至るところに山積みというわけです。しかし専門家は当然こう指摘しています。地球のような惑星にしか生命に適していないとどうして決めつけるのかと。結局のところ、地球も生まれたばかりの頃は今と全く違う姿をしていたわけです。当時の地球は太陽から受ける熱や光が今よりも少なく、全体が海で覆われていて、大気はメタン、二酸化炭素、アンモニア、硫化水素で構成されていました。しかし一見こういった考えられないような状況であっても、生命は生まれ、そして繁栄することができたのです。言い換えれば、適切な化学組成を持つ十分な密度の大気と海、そしてできれば赤色矮星ではない長寿命の恒星があれば、生命の誕生は可能だと考えられるのです。この基準は、これまで天文学者が使用してきた基準よりも緩く、はるかに多くの惑星が当てはまることになります。新たなクラスとその展望。スーパーアースなどに地球に似た惑星を調査し、そのうちのどれかが知的生命体の住処となりうるのかを推測する場合、これまで完全に見落とされていたタイプの惑星があります。それがミニネプチューンです。ミニネプチューンとは、天王星よりも質量が小さく、全体が水深数百キロメートルの海に覆われている可能性がある惑星のことです。このミニネプチューンや、それに似た特に大質量のスーパーアースの中から、新たなクラスが作られたのです。このクラスは、ハイドロゲン、水素と、オーシャン、海を合わせて、ハイシャン惑星と命名されました。ハイシャン惑星とは一体どんな天体なのでしょう。この用語を提案した専門家によれば、半径が地球の 2.5 倍以上、質量が5倍から10倍の惑星が当てはまると言います。ちなみに、天王星の質量は地球の 14.5 倍、海王星は17倍に相当します。地球の5倍未満の質量しかない一般的なスーパーアースとは違って、
ハイシャン惑星は水素を長時間維持することができる強い重力を持っている点に特徴があります。実はこの特徴があるからこそ、ハイシャン惑星はユニークな存在だと言えるのです。ハイシャン惑星には水素、酸素、メタン、オゾンなどの気体が豊富に含まれた分厚い大気がかなり広範囲にわたって広がっているはずです。ところが、ハイシャン惑星の大気はちゃんとした巨大ガス惑星や巨大氷惑星ほど極端な環境ではありません。また、惑星の表面をすっぽりと覆う水深 100km の海と大気の間には明確な境界があります。海の表面温度はおよそ200度に達します。地球よりも気圧が高いので水が沸騰することはありません。もちろんこのような環境では人間は生きられませんし、そこに人間がいると考える人はいないでしょう。ハイシャン惑星の長所はどこにあるのでしょう。まず、ハイシャン惑星の大気は生命の誕生に必要なものがすべて含まれた、まさに科学実験室といえます。若い生命体が繁栄するのに適した海という環境が何十億年にもわたって存在しています。確かに深さ 1000km の熱湯の海という恐ろしい感じがしますが、それはあくまでも人間にとっての話です。地球にも極限の環境を好む生命体がいますし、こういった温度でも十分に快適に暮らすことができます。他の環境があることを全く知らない生命が暮らす惑星については言うまでもありません。とはいえ、ハイシャン惑星が必ず高温である必要はありません。濃密な大気が優れた毛布の役割を果たし、惑星が冷えるのを長期間にわたって防いでいます。また、ハイシャン惑星自体がかなりの質量を持っているため、熱を逃しにくいのです。アイロンは重いほど冷めるのが遅いという話は、家事をする人ならみんな知っていますよね。ハイシャン惑星のハビタブルゾーンが地球に似た惑星よりもずっと広いのは、この2つの理由によります。地球の双子星がなすすべなく冷えていくような場所であっても、ハイシャン惑星の表面では摂氏20度前後の快適な温度を保つことができるでしょう。気圧から身を守る方法が見つかりさえすれば、人間もこういった環境で生きられる可能性があります。ハイシャン惑星の探し方。ハイシャン惑星はスーパーアースとミニネプチューンの中間にあたる惑星です。理論上かなりたくさんあるはずなので、科学者には星空をさらに入念に調査することが求められています。基地の惑星の中にもハイシャン惑星に該当するものがあるかもしれません。例えば、太陽からおよそ110光年の距離にある K218b がそうです。この惑星の質量は地球の8倍以上で、大型のスーパーアースに相当する一方、密度はそれほど高くありません。そのため、かなり以前から専門家の注目を集めてきました。当時から天文学者は K218b の大半が水深数百キロメートル、あるいは数千キロメートルの海に覆われている可能性を示唆していて、2019年には K218b の大気中に水蒸気の存在が確認されました。ところが、K218b には重大な欠点が一つあります。どうやらこの惑星は赤色矮星を中心に公転していて、主星に対し常に同じ目を向けているようなのです。なぜこれが欠点なのかは、先ほど皆さんにお話しした通りです。それは、この惑星の昼の側は常に暑く、夜の側は寒すぎるからです。とはいえ、この惑星に十分な大気があった場合、気温差は緩やかである可能性があります。ただ仮にそうだとしても、海面では巨大な波を凄まじい風が吹いていることでしょう。これで今日の動画はおしまいです。皆さん、ご視聴ありがとうございました。この動画を気に入っていただけると嬉しいです。もしかしたら、ハイシャン惑星のように、今後の調査で太陽系外惑星の分類がまた見直されるかもしれません。専門家の考える主な基準は、サイズと質量が適合するか、そして大気中に酸素、オゾン、メタン、亜酸化窒素が存在する兆候があるかどうかだと言います。生命探索についてはどうかというと、複雑な有機化合物が存在すればいいサインだと考えられるでしょう。さて、私たちにとってのいいサイン、それはもちろん皆さんのいいねです。今日の動画を楽しんでいただけたという方は、ぜひいいねを押してくださいね。
それではしばしのお別れです。皆さん、またすぐにお会いしましょう。さようなら。